アミール・カーンは、イギリスのプロボクサー。イングランド・グレーター・マンチェスター・州ボルトン出身。元 WBA スーパー・ IBF 世界、スーパー・ライト級王者。2004年アテネオリンピック・ライト級銀メダリスト。パキスタン系イギリス人でムスリム。プロモーターとして、カーン・プロモーションズを主催している。総合格闘技団体、スーパー・ファイト・リーグの共同オーナー。2004年。 ヨーロッパ選手権に出場するも1回戦敗退。17歳でアテネオリンピックボクシングライト級に出場し、決勝でオリンピック連覇を狙うマリオ・キンデランに判定負けをキッシー銀メダルを獲得した。オリンピック前に開催されたプレオリンピック大会でもマリオ・キンデランに敗北している。2005年5月、故郷、ボルトンで マリオ・キンデランと対戦し、判定勝ち。34歳のキンデランはこの試合を最後に引退した。2005年7月16日、18歳9ヶ月で、プロ転校。2006年3月、横断歩道を渡っていた歩行者を車で引き重傷を負わせたとして逮捕される。2006年12月9日、ラシード・ドリザヌを10回判定で破り、 初タイトルとなる IBF、インターコンチネンタルスーパーライト級王座を獲得した。2007年7月14日、コモンウェルスイギリス連邦ライト級王者ウィリー、リモンドに8回終了時 TKO 勝ちで王座を獲得。2008年6月21日に、マイケル・ゴメスに5回2分33秒、TKO 勝ちを収めたのを含め同王座を4度、防衛。 2008年4月5日、WBO インターコンチネンタルライト級王者マーチンクリスジャンセンに挑戦し、7回 TKO 勝ちで王座を獲得するとともに、WBO 世界ライト級王座への指名挑戦者となった。2008年9月6日、ブレーディス・プレスコットと対戦。全勝同士の対戦となったが、初回54秒で2度のダウンを奪われ小負け。 王座から陥落するとともにプロキャリア初黒星となった。2008年12月6日、WBA インターナショナルライト級王座決定戦で、オイシンファガンと対戦し、2回 TKO 勝ちで王座を獲得した。2009年3月14日、WBO インターコンチネンタルライト級王座決定戦で、マルコアントにオバレラと対戦。初回に偶然のバッティングで、 バレラがカットするなどして、5回途中負傷判定勝ちを収め、WBA インターナショナルライト級王座の初防衛と WBO インターコンチネンタルライト級王座の獲得に成功した。2009年7月18日、マンチェスターアリーナで、WBA 世界スーパーライト級王者、アンドレアス・コテルニクに挑戦し、12回3から0の判定勝ちで王座を獲得した。 2009年12月5日、アメリカメトロラジオアリーナにて、同級1位で31戦無敗のディミトリサリタと対戦。初回に3度のダウンを奪い、1分16秒、TKO 価値を収めて初防衛に成功した。2010年1月、ゴール、デンボーイプロモーションズと契約したことが発表された。 ポール・マリナッジ戦の試合前記者会見の様子2010年5月15日、アメリカ・ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン・シアターにて、元 IBF 世界スーパーライト級王者、ポール・マリナッジと対戦。11回 TKO 勝ちを収めて2度目の防衛に成功した。2010年12月11日、ラスベガスのマンダレー・ベイイベントセンターにて、 WBA 世界スーパーライト級暫定王者、マルコス・マイダナと対戦し、初回終了間際にボディブローでダウンを奪って優位に立つものの、終盤にマイダナの猛追撃を受けて10回には、ストップ寸前まで追い込まれる。しかし、前半のリードで逃げ切り12回3から0の僅差判定勝ちを収めて3度目の防衛と、王座統一に成功した。 2011年4月16日、故郷イギリスのマンチェスターにて、同級4位で22戦無敗のポール・マクロスキーと対戦し、6回負傷判定勝ちを収めて4度目の防衛に成功した。2011年7月23日、ラスベガスのマンダレー・ベイイベントセンターにて、IBF 世界スーパーライト級王者ザブ・ジュダーと対戦。 序盤から優位に試合を進めて5回終盤に、右ボディブローでジュダーカラダウンを奪ってそのまま小勝利し、WBA 王座の5度目の防衛に成功すると、共に、IBF 王座を獲得した。2011年12月10日、相手のホームである、ワシントン DC の DC アーモリーで、元 WBO 世界、スーパーライト級暫定王者ラモン・ピーターソンと対戦。 初回にダウンを奪うなど序盤から優位に試合を進めるものの7回と12回に反則で減点されたことが響き12回1から2の判定負けを喫し WBA 王座の6度目の防衛に失敗 IBF 王座の初防衛にも失敗し WBA 王座と IBF 王座をピーターソンに明け渡す結果となった2012年6月27日ピーターソンが 薬物検査で陽性反応を示したため、WBA から王座を剥奪され、同年7月11日、ピーターソンは、休養王座に認定され、カーンに、WBA 世界スーパーライト級、スーパー王座が返還された。2012年7月14日、ラスベガスのマンダレーベイイイベントセンターで、WBC 世界スーパーライト級王者、ダニー・ガルシアと、王座統一戦を行い、 初回からカーンが、スピードで、ガルシアを上回りジャブをついて、右の目尻をカットした。2回も、同様に打ち合って負傷 TKO 寸前までガルシアを、劣勢に追い詰め序盤にラウンドを練習。しかし3回終了間際に、ガルシアの左ロングフックが、カーンの首に直撃し、ダウンを奪われ、起き上がったがカーンがコーナーを間違えるほどの、ダメージだった。4回開始早々。 ガルシアの左ストレートでバランスを崩され右フックをもらって両手がリングに突きダウンを取られる。そのまま起き上がるの最後はロープを背負ってガルシアの左ロングフックが頭上に当たり最後は左アッパーでダウンを奪われた。起き上がって続行する姿勢を見せたがレフェリーがストップし TKO 負けスーパー王座から陥落した。 試合後2008年からコンビを組んでいたトレーナーフレディ、ローチと決別し、アンドレ・ウォードのトレーナーを務めるバージルハンターを、トレーナーに昇平、ジャブと付き続けることの重要性を解かれ、ジャブからコンビネーションを主体にするスタイルに変えた。2012年12月15日、ロサンゼルスのロサンゼルススポーツアリーナにて、夜の部のメインで、 カルロス・モリナと WBC 世界スーパーライト級、シルバー王座決定戦を行い、10回終了 TKO 勝ちを収めて、王座の獲得と再起に成功した。ちなみに、昼のメインは IBF 世界バンタム級王者、レオ・サンタクルスが務めるなど世界王座戦や下部、王座戦を混ぜた、珍しい昼夜の二部構成のイベントで話題を集めた。 2013年4月27日、英国、ヨークシャー州シェフィールドのモーターポイントアリーナで、元 IBF 世界ライト級王者フリオディアスと143ポンドのキャッチウェイトで、ノンタイトル12回戦を行う。試合の主導権を握るも、4回にダウンを奪われるなど、ディアスのパンチに苦しむ展開となったが、勝者で逃げ切り、3から0の判定勝利を挙げた。 2013年6月1日、21歳の大学生と結婚。2014年5月3日、MGM グランドガーデンアリーナに初登場。フロイド・メイウェザー・ジュニア VS、マルコス・マイダマの前座で、元 WBA 世界ウェルター級王者で、WBA インターナショナルウェルター級王者、ルイス・コラーゾと、WBC 世界ウェルター級。 シルバー王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝利で王座獲得に成功した。2014年7月4日、口論になった19歳の少年2人を殴り、軽傷を負わせたとして逮捕され、保釈金を支払い保釈された。2014年12月13日、MGM グランドガーデンアリーナにて、 デボン・アレクサンダーと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。この試合でカーンは95万ドル、アレクサンダーは60万ドルのファイトマネーを獲得した。2015年4月2日、IBF から IBF 世界ウェルター級王者ケルブルックの挑戦者、決定戦で IBF 世界ウェルター級3位のティモシー・ブラッドリーと、 対戦するよう指令を受けたが、カーンは指令を断った。2015年5月29日、バークレイズセンターで元 WBO 世界スーパーライト級王者のクリス・アルゲリと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2015年8月10日、インドの総合格闘技団体、スーパーファイトリーグの共同オーナーに就任した。 2016年1月12日、WBC がダニー・ガルシア対ロバート・ゲレーロの勝者と指名戦で対戦するよう指令を出した。2016年5月7日、T ・モバイル・アリーナのボクシング最初のイベントとして、WBC 世界ミドル級王者サウル・アルバレスと、ミドル級の規定体重である160ポンドではなく155ポンドのキャッチウェイトで対戦。 スピードでアルバレスを上回ったが右ストレートで一撃失神校を奪われ試合終了。6回2分37秒小負けを喫し2回急制覇に失敗した。2016年12月29日、ファイトニュース .com は同年5月7日に行われたサウル・アルバレス VS、アミール・カーンを2016年度のノックアウト・オブ・ザ・イヤーに選出した。 2017年1月17日、リングマガジンは、同年5月7日に行われたサウル・アルバレス VS、アミール・カーンを2016年度の、リングマガジン・ノック・アウト・オブ・ザ・ヤーに選出した。2017年2月26日、マニー・パッキャオとカーンが共に、ツイッターで、4月23日に対戦することで、合意したと発信した。2017年3月7日、 ボブ・アラムが、パッキャオ陣営が推し進めていたアラブ首長国連邦の投資グループが試合開催のために3800万ドルを用意する話が頓挫したため、マニー・パッキャオ対アミール・カーン戦は消滅したと明言した。2017年8月、カーンが SNS に妻がアンソニー・ジョシュアと浮気をしていると投稿すれば、妻も SNS にカーンは結婚生活の間、 浮気ばかりしていたと投稿、互いに私生活の暴露合戦となり、離婚競技中であることが明らかになる。2018年1月10日、エディ・ハーンのマッチルームスポーツと3試合契約を交わした。2019年4月20日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで、WBO 世界ウェルター級王者テレンス・クロフォードと対戦し、6回47秒。 クロフォードの反則のローブローを受け、カーンは5分間のタイムアウトを取ることもできたが、続行を希望するかとのトレーナーの問いかけに、ノーと答え試合を棄権。TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2019年7月12日、サウジアラビアのジッダで、ビリー・デイブと対戦し、4回 TKO 勝ちを収めた。2019年7月16日、カーンが、 地元ボルトンのメディアに、サウジアラビアのリアドで11月8日に、マニー・パッキャオと対戦することでパッキャオも契約にサインをして合意したと話すも、パッキャオ・ジニエは、その話は、私たちにとっても初耳で、パッキャオは、契約にサインをしていなく交渉すらしていないと、カーンの話を完全に否定した。2020年3月28日、 パキスタンに4000万ルピー寄付することを表明。またイスラマバードにある自身のボクシングジムを新型コロナウイルス感染者の隔離施設として使用できるようにした。2020年9月18日、WBC 理事会から WBC 中東ボクシング協議会の会長に任命された。ありがとうございます。